いやー、未来ドン未来ドン、いやー、あー、スカーレットってかっこいいよね。ね、バゲータ、バイオレットだってクールでかっこいいぞ。な、エミ、なにゃにゃ、モンスターボールだって赤だし、やっぱ赤色がいいよ。あ、そうだ、そのモンスターボール貸してよ。いいよ。そう、へへー、すごいだろ、マスターボールだぞ。わー、マスターボールで伝説のポケモンをゲットできるんだぞ。すごいけど、モンスターボールでいろんなポケモンをゲットしたいんだもん。返して。はい、ほう、ねえ、にゃ、はあ、よし、モンスターボールを持って冒険に行くぞ。それなら冒険にぴったしの格好があるぞ。よし、と君、こっちに来いよ。告白してよ。ほう、ほう、なにこれ、全然かっこよくないじゃん。と君、面白い。ははははは、服装もかっこよくしてあげるからあっち行ったよ。かっこよくしてくれよな。よいしょ。なんだこれ、ママみたい。ねえ、かっこいいでしょ。よし、じゃあこれで冒険に行くぞ。あ、て、大変だ。どうしたの。冒険じゃなくて学校に行かなくちゃ。あ、そうだった。ちょっと待って、ときみ、格好が違うぞ。はあ、じゃあ行くぞ、ときみ。せーの、よし、行くぞ。そうしよう、急げ急げ、遅れる。じゃあ、モンスターボールでポケモンいっぱいゲットするぞ。あ、バンブローだ。よし、行け。うわー、モンスターボールになった。ててうわ、モンスターボールなのに捕まってない。まったく、ポケモンじゃないわよ、ママよ、ママ。まったく、何を騒いで。モンスターボールがモンスターボールになったの。何、わけのわかんないこと言ってんのよ。もしかしたらハーノも変身できるかも。よし、えいっ、ば、あ、ゾロだ、かわいい。あ、かわいいな。じゃあスカレットに移動したらどんなポケモンになるかな。よいしょ、よいしょ。わー、になっちゃったわ。ママ、助けて。そんなこと言ったって、どうしたらいいのよ。あ、きっとバイオレットに戻ればさっきのゾロに戻るよね。よし、行くぞ。いや、いやー、ハルが紫の恐竜になっちゃった。あー、どうしてだなー。あー、ママ、助けて、助けて、助けて、ときみはね、いちごのグミ持ってるけど、僕はね、ぶどうのグミ持ってんな。あー、ほんとだ、紫。ね、一緒に食べようぜ。うん、いくよ。うん、せーの、あー、うん、うん、うん。
ごめんな、ドキミ、開かなくてさ、最後までさ。だからさ、僕ここでさ、食べたふりしようとしたらさ、ドキミ、ちゃんと開けてるからさ、食べなきゃいけない。おいしい。よし、じゃあ次は、うん、これを使ってお絵描きしよう。いいぜ、ドキミ、俺にもあるからな。これさ、このまま食べてもおいしいの？おいしい？何これ、何か、わからん。え？おい、おいしい？おいしくないかもしれない。え？そんなことないよ。うん、おいしいよ。タクゾー大好き、これ。無理してる。ドキミ、お兄ちゃんに無理してるなんて言うな。よし、それじゃ描くよ。描くぞ。やっぱ赤色だから。お、なんだろう。できた。できた。うん、赤といえばリンゴ。で、ホゲータはリンゴにそっくり、ね、そっくりだ。そっくりだな。かわいい、ホゲータ。オッケー、オッケー。お兄ちゃん、タクゾは初めて呼ばれたな。僕はね、あのね、こう紫といえばのやつ描く。ええー、なんだよ、紫といえばのやつって今描いてるからな。うん、うん、頑張れ、タクゾ兄ちゃん。なんだ、あの、本当にお絵描きしてる？お絵描きしてるぞ。でもうまく描けてないけどな、今のとこな。わかんないか、うん、あ、やばい、これ、毒リンゴだった。え、毒リンゴだ、毒リンゴだ。勝てないよ、そんなオチにされちゃったら。他だって紫といえば徹夜明けで体調の悪い顔色紫の王くんを描いたのに。よし、いただきます。いただきます。あ、うん、おいしい。おいしい。ドキリンゴなのに、ドキリンゴ食べてる。ドキミ、これは持ってるな。マッチャン、開けるぞ。ねえ、ドキミ、このロックキャンディを持ったってことは分かってるな。戦いだ。よし、行くぞ。じゃーん、不当の剣。じゃーん、じゃーん、よし、よし、よし。ハーの目。ハーの目、それ食べたい。ハーの目食べたい。いっぱい来た。3人集まればなんちゃらのかんちゃらってやつだ。三剣士みたいなね。かっこいい。かっこいい。いただきます。 ASMR よく聞いてね。うまい。ここん、おかむ、歯の力がない。歯がボロボロか、ドキミ。歯鍛えようよ。どうやって？これいっぱい食べるんだ。マンホール食べて。それはヒロさんでしょ。新宿区の。なんでいつも新宿区限定なの？なんか硬そうだから、新宿区。どこも硬いやろ。そして赤色のお菓子といったら、これ食べよう。あー、おいしい。はい、何それ、美味しそう。マグマ、マグマ。え、僕それない。でもね、これがあったんだ。これ食べよう。これはね、マシュマロっていうね、お菓子でね、多分ね、ピーペス。やめときな、お兄ちゃん。なんだ、テスト最下位だから。そう、僕じゃなくて、ボケる TV のタクのこと言ってるでしょ。僕はそんなバレないからね。いただきます。うまい。みんなはスカーレットとバイオレット、どっちが好きかな？コメント欄で教えてね。ポケル相性じゃんけん、私たちと勝負だ。ポケモンを選んでね。草は水に強くて、炎は草に強い。水は炎に強いよ。せーの、君に決めた。ニャンハだったので、ポゲータを選んだ君の勝ち。みんな勝てたかな？今日も動画見てくれてありがとう。チャンネル登録もよろしくね。おすすめ動画もチェックしてね。コメントも待ってるよ。またポケルンの動画見てね。せーの、またねー。